はい、どうも、ミンヘラおじさんです。昨日はライブ配信ありがとうございました。12月25日の21時っていうことでですね、本当に、他のチャンネルさんも結構 YouTube のライブ配信やってたりとか、あるいは、奥さん、お子さん、配偶者、いらっしゃる方はですね、大事な一日だったと思う中でですね、私の方に時間割いていただいて本当にありがとうございます。人数的にはね、多分いつもと大して変わんないんですけれども、マックス25人だから、いつもよりかはちょっと多いかな、ぐらいで、ただ、参加されてるメンツが、前回とガラッと違ったんで、新規の方も結構、いらっしゃってて、っていう感じでございました。既存の方、いろいろ予定あったりしちゃうかなっていうところでございます。個別でコメントいろいろくれたりしてるんで、っていうところで。で、あとね、いいねの評価、いいね評価が、10個ぐらい来たんですよね。で、前回の250人突破の時のイベントの時って、いいね一つしか来なかったんで、すごい、違いやなっていうふうには、素直に思いました。っていうところで、多分見てくれてる層が被ってなかったんかなっていうところなので、多分こう日にちがガチッと合えば、40人ぐらいにはなるんかなと思ってます。最大接続数が。っていうような感じで、本当に見てくれる方の数も増えたし、ご新規の方も増えたしということでですね、個人的にはこの1ヶ月ぐらいですごい、チャンネルの成長っていうのを感じられました。で、来年の目標はっていう話を言われてですね、チャンネル登録者1000人と、あと、言うたら、オフ会とか、接待とか、そういうことをですね、こまごまやりながら、あとは、個別のご相談とか、あるいは、動画要請とかですね、そんなに答えながらですね、徐々にチャンネルの、成長をですね、促していけたらなと思っていると同時に、自分のコミュニティっていうもの、自分のコミュニティというか、皆さんと一緒に作るコミュニティがですね、カチカチカチとこう、土台ができていけばなというふうに思ってございます。で、今日はですね、動画、時事ニュースで、2つほど、喋りたいことがあるので、それは喋らせてもらおうと思ってて、というところで、その他は別に、考えてないんですけども、多分、いろいろ喋ってるうちにですね、また喋りたいネタとか、喋りたいことが出てくると思いますので、またお付き合いくださいませ。もちろん興味がないものについてはですね、おじさんたらたら喋ってなんかバカバカ上げてるだけなので、興味がないものについてはもう全然スキップしていただいても構わないので、ザッピングしていただければなと思ってございます。言うておじさんの動画多分もう480本ぐらいはあると思うんで、すべてを見てくださいって言ったらもう何日かかんねんっていう話になってきますし、確かに全然、刺さらない人には刺さらない身内ネタとかもあったりするんで、その辺は全然おじさんは気にしてないんで、というよりもブログ感覚で、やってますので、ブログ、Vlog 感覚ですね、やってますので、その辺は全然大丈夫でございます。チャンネル登録されてない方はですね、ぜひチャンネル登録していただくと、おじさんのやる気がめちゃめちゃ上がってきますので、よろしくお願いしますというところでございます。あと、欲しいものリストで送ってくれたりとか、質問、ですよね、いただけたらですね、またいろいろやれることも増えてきますので、そういうところでですね、もし、応援してあげてもいいなとか、おじさんに、こういうこと聞いてみたいなっていうのがあればですね、ぜひぜひ、いろいろアクションしてもらえたらなと思ってございます。全然見てもらうだけでもいいんですけども、そういう形で、参加していただくことで、また双方向でですね、やり取り生まれると思いますので、よろしくお願いいたしますというところで、残り日数が今年あと、26、27、28、29、30、31、6日となりました。で、今日めちゃめちゃ寒いらしいんですよ。というところで、おじさん自身もちょっと大阪行くかどうかちょっと迷ってるんですけども、何もなかったら今日メガネが新調されるんで、メガネ取りに行って、で、もし、歩く歩数が足らなければですね、梅田ブラブラしようかなと思ってるんですけども、本当に、風邪には気をつけてください。もう風邪ひいていいことなんか一つもないんで、特に休みの時なんか、なんで、そこはお気をつけくださいというところでですね、あったかくして、あったかいもん飲んで、
お休み、過ごされてください。以上でございます。